チェーサーは2017年にアメリカ合衆国で公開されたスリラー映画。監督はルイス・プレート、主演はハルベリーが務めた。カーラ・ダイソンはシングルマザーでレストランのウェイトレスとして働いていた。彼女は6歳になる息子のフランキーを懸命に育てていたが、元夫との親権をめぐる法廷闘争は今もなお続いていた。ある日、 カーラはフランキーを公園へと連れて行った。弁護士から電話がかかってきたため、カーラはフランキーとつないでいた手を一瞬離してしまった。ふと気がつくと、フランキーは行方をくらましていた。カーラが窓の外に目をやると、一組の男女がフランキーを車に押し込む姿があった。カーラは自動車にしがみついたが、振り落とされてしまった。警察が当てにならないと確信したカーラは、 自らの手でフランキーを取り戻す覚悟を決めた。カッコ内は日本語吹き替え2014年10月27日、本作の主要撮影がルイジアナ州ニューオーリンズで始まった。11月中旬にはスライデルでの撮影が行われた。12月7日、本作の主要撮影が終了した。当初、本作は2015年10月9日に全米公開される予定だった。 しかし、同年7月、資金不足に陥った、レラティビティメディアは、本作の全米公開日を2016年2月26日に延期すると発表した。その後も、全米公開日は2016年5月13日、2016年12月2日と、先延ばしになっていったが、最終的に、全米公開が白紙となった。2017年3月10日に、 全米公開日が再設定されたものの、レアティビティメディアが破綻したために、いつ公開できるかわからない状況に陥った。最終的に、本作の配給券は、アビロンピクチャーズに売却されることとなり、2017年8月4日に全米公開された。公開の遅延によって生じた費用は1300万ドルにも上った。本作は、スティーブン・キングの小説を映画化した。 ダークタワーとキャスリン・ビーグロー監督の新作、デトロイトと同じ週に公開され、公開8週末に800万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを上回るものであった。2017年8月4日、本作は全米2378巻で封切られ、公開8週末に1 0 0 1万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場5位となった。 本作に対する批評家の評価は芳しくない。映画批評集積サイトのロッテ点トマト図には67件のレビューがあり、批評家支持率は36%、平均点は10点満点で4.6点となっている。サイト側による批評家の要約は、チェイサーはお粗末な脚本のせいで路頭に迷ってしまった。 面白い前提をうまく利用することもできず、ハルベリーの才能を生かすこともできなかった。となっている。また、メトクリティックには26件のレビューがあり、過重平均値は44、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B となっている。インディワイアーのデビッド・エイ・リッヒは本作に D 評価を下し、今年の夏に公開された作品の中で最悪の出来。 エモジの国の人は退屈な作品で、シニカルな大企業のプロパガンダだったかもしれない。しかし、新しいものを作ろうとする姿勢はあった。ところが、チェイサーにはそれすらない。と告評している。ありがとうございます。